今日は水やるだけっていう動画です。作物結構成長してきたんで水をあげようと、まあ毎回もちろんやってるんですけど、結構成長速度に差があるんでそれを見ていただこうかなと思います。まずはバジルに水をあげます。結構周りに雑草が生えてるんでそれも取り除きつつ、ちょっと栄養が足らんかな、液肥やるわ。一番手前のやつが玄関寄りのやつが弱いな、張りが全然違う。ちょっとふにゃふにゃなってまうよな。やっぱだいたい1週間に1回ドバッとやるんでね、適当ですわ量は。もう倒れた、もう。植えすぎか。続いてシシトウ、今日は結構日が差すと思うのでこんだけ水やっといても多分すぐ乾く。なんか変なやつがついたんやな、ずっとこいつら。これなんか茶色いやつ動いてんのか、こいつ。食ってんねやろな、多分。毎回指で取り除く。はい、続いてピーマン、大葉、ナス、トマト。脇芽も取っといてな。大葉がすごい楽しみや。大葉もええ感じやな。トマトは成長が早い。トマトソースにするつもりなんで。トマトいっぱいなってくれるといいですね。これ空心菜ですね。これが結構癖がなくて炒め物最適なんですよ。美味しい。夏場にその不足しがちな栄養素を補える野菜なんで、もうちょっと育ってもらいたいなと。アジア原産やからもうとにかく高温多湿を好む野菜らしいから、アホみたいに水やって大丈夫だし、むしろ足らんぐらい。でも水がいっぱいある割に25度以上じゃないと生育が
困ってまうらしいから、いやいやこれもうほんま真夏の野菜やな。あとこちらはイタリアンパセリやな。今年の夏は自分で収穫した野菜でパスタ料理作るの楽しみやな。これ今どれぐらい伸びとうかな。まだ15センチほどかな。15センチからあるぐらいかな。一応もうちょっと伸びたら収穫していこうかなみたいな感じやけどね。結構成長してくれた。だいぶ間引いたからな。これもしっかり水やらないとこう葉っぱが硬くなるらしいな。そうなんでこれも浴びるほどやります。この辺は低いけどちょっとこの辺が高い。ただやっぱ外でやってるから結構やっぱり害虫の被害とかも危険性があるから結構まめに見て指で取り手で取り除いて。相当伸びてきてくれたねこれ。もう全然これ料理も使えますけどね。もうええ感じ。水やろうか。ここも空心菜で、でこれはトマト、ナス、ピーマン、シシトですと。普段そんなに水やらへんやけどな。なんとかなるのであんまり適当に作ってますけどね。じゃあトマトの成長が著しい。紐でまた引っ張っていかなかな。で、空心菜と。この草引いといた方がいいな。だいたいこの辺ぐらいにまた空心菜植えていこうかなという試みですわ。一回耕さなあかんけどな。ちなみに地味にアスパラガスも成長してるんですが、育つかどうかわからん。これがシシト、でこれがピーマン。あの一番最初に植えた苗は株元から折れちゃったんで予備のやつを入れ替えて無事育ってくれてます。でナスでトマトですね。トマトが大きくなってんだ。もう少し上に伸びてもらいたいなっていう感じだね。これからまだ伸びるみたいだからね。でこれ見てもらったら分かるようにこの画面の左側のトマトの方がやっぱ土の畝が高くてね、ずっと低くなってると。これ最初耕した時気づかなかったんやけど、
なんかトマトの成長早いなと思ったら、やっぱ畝が高くて土が多いからかなと思った。まあ、あと、まあ、ピーマンとかししとうはもともとポットで育ててる時に、栽培してる時に成長率が悪かったんで、まあ個体差かもしれんしね。まあ、これがどうなのか分かんないけど、まあとりあえず実つけてくれるまでしっかり見たいと思います。トマトの葉っぱですね。で、ナスビの葉っぱと、ナスビはもう紫やがナスビやなと思う。ただピーマンとシシトウの違いは一切わからん。ただシシトウの方がちょっと葉っぱ細いかな。ちっちゃい時は見分けつかへんかったけど、まあ今はまあまあわからん。葉っぱがやっぱり細いな、シシトウの方がっていう違いかな。